スタライクショット、こんにちは。 X フラッグの中のサラワチョウとパナイです。ガチャガラゴッホ、レンブラント、カツシカ、北斎使ってみよう。まずゴッホの進化から使っていきましょう、はい、いきましょう。はい、見てみましょう、はい、じゃん、見ましょう。レーザーストップ、ゲージでアンチワープと SS ターン短縮。お、いいですね。入場コンボは超爆発っていうことで、うん、ほうほうほう、よいしょー、ななななななー、上がっていきました。うんうんうん、 SS 短縮されてるね。あ、ほんとだ。うん、初めに一気に当たると3ターン短縮できるからいいですね。結構すぐ打てそう。そう、さあ、アンチワープなので、アンチワープこの辺りはもう自由に動けます。いいですね、はい、すごいいっぱいあるからね。ないと結構厳しいですね。厳しいですね、くるくるなっちゃう。うん、えい、おお、ビリビリ、誘発いいね。爆発でビリビリできます。いいタイミングで出た。よいしょ、おお、爆発誘発でプラズマ引っ張ってこんだけダメージ出てますからね。キスキルのね、うん、おーすごい。よいしょ、うん、アラジンもね、友情が強いから爆発がいるといいですよ ね。おお、今レーザーストップしたね。アラジンをスプリッツァーからアラジン守ったね。こういう時にいいですよね。ね、ストライクショットいきます。はい、もう溜まったのでね、貫通タイプになり敵を貫くということでこんな感じかな。早っ、打てんの。押し降る月夜の死の飾り火。おしゃれ。ちょっと上に行っちゃったけど。90、100万超えてますね、はい、これで。あ、チーマ法人代わりにもなりますからね。そうですね、 SS 打つとこれがすごい。もうバトル3で打てるんで、うん、何回も打てますよ ね。おー、光の敵にはこんなに効いちゃいますよっていう感じかな。途中弱点も当たってよ、かなじ波長使いやす。しかもこれが18ターンの SS ターン短縮で、ね、打てると打てると、はい、いいですね。いいですね。これ今のワンちゃんキスキル引っ張ってたらやばいダメージ。確かにね、いっちゃったね、これ多分いっちゃったね。はいはい、っていう感じでございました、はい、ではステータスいってみましょう。はい、ということで、はい、ステータスはこちらになります。で、いけそうなクエストは今回、うん、イザナギゼロに。めっちゃ良かったですね。ね、うん、キスキルとの組み合わせが特に良かったですね。確かに、うん、両方連れて行ってサポートとして立ち回るのもよしって感じでしたね。ね、SS もどんどん出ちゃうと、うん、はい、はい、いい。他行けそうなところ、アッチワップかな。そうですね、イザナギとかもいいですよね、うん、確かに、うん、いいですね。あとは、あれか、うん、ゴーストとかもワープ出たり。あ、そうですね、光だとワープだとゴーストいいですね、うん、まあ闇でワープだとバニラとか、うん、うん、バニラもね、レーザーストップとかも生きてきそうな感じがしますね、うん、はい、うん、となっております。はい、で、ポイントはこちら。今回ね、HP、スピード、攻撃力がどれも結構高めなんですよ。 HP もね、あ、確かに2万超えて、まあ、多数足せばね、2万5000ぐらいいきますし、攻撃力も ね2万5000ぐらいいってますし、でスピードも普通に350以上はある、うん、形のバランスの取れたね。確かに、はい、キャラクターとなって使いやすそうね、うん、SS もどんどん打てるので、はい、使いやすいキャラになっております。はい、じゃあ続いてレムラント進化、進化いきましょう。来たよ、はあ、このステージはまさか。アンチ重力バリア、原子アンチダメージウォール、ダブルアビリティですね。友情コンボスピードアップ、どっちだ、かつ反射なんだ。反射一番難しいね、これ。反射貫通、ずつね、村正を倒しました。ワンパンですね、ですね、貫通だとね。イエッ、スピードアップ、カンカン、おー、いいね、いっちゃおう。スピ
スピードアップが効いてますね。ですね。無理くりね、遠くまで飛ばすことができるんで。よいしょ、ちょっと全部は無理かも。おー、惜しい。でもスピードアップあったおかげで上は全部倒しましたね。そうですね、このターンでどんだけ倒すかで結構このダメージ受ける量も変わってくるので、うん、なるべく多く倒した方がいいですからね。ですね。スピードアップ乗ってシャキシャキ。おー、スピードアップのおかげですね。やっぱり届くようになるね。届くようになります。いい配置になってるとね。うん、えい、どうでしょうか。綺麗に倒した。ダブルアビリティでね、ダメージオール受けず、はい、いいですねって感じでございます。はいはい、ストライクショットいきますか。はい、スピードとパワーがアップ&最初に触れた敵種族に大ダメージ。ちょっと縦勘にしてみます。最初に読みに触れてもうあとはカガンですね。うん、195万。おお、弱点なしですからね。ですね。弱点あったら3倍。すごいぐらいは出る、はい、ポテンシャルがあるキャラでございます。はいはい、ではステータスいってみましょう。はいはい、ということでステータスはこちらになります。で、池さんのクエストは今回読み、うん、読みいいですよね。でもスピードアップもいいし、ダブルアビリティですからね、うん、光のスピードめっちゃ速いし、完全にもう読みに動きやすいですね。めっちゃ向いてると思いました。はい、はい、他でいくと、うん、超絶だとつくよみとかも、あ、そうですね、スピードも速いし、うん、ダブアビもいいし、うん、良さそう、ね、いいんじゃないかな、うんうん、みたいな。あとは降臨だとダヴィンチとか、うん、闇なんで、そうですね、こっちも両方とも出てくるステージですからね、うん。あとあれ、覇者の塔ほ30回とか、30回は結構両方必要な、確かにそうですね。とかあと35回、どこだっけ。35回はね、うん、まだ私も行ったことないんですよ、うん、ちょうど私たちが寝てる時にね。あー、そっかそっか、ただ、ババ殿、うん、あれだっけ、ベイビーとか、あ、ベイビーカズさんとかね、はいはいはい、35回にも使えると。なるほど、はい、なっております。結構強いところに使えますね、うんうん、で、ポイント、うん、こちらやっぱね、このアンチ磁力バリアとアンチダメージオールってね、汎用性の高いダブルアビリティを持ってると、はい、いうところが使いやすいんじゃないかなと。うん、光だしね。ですね、うん、使いやすいと思います。使いやすいね。そして可愛い、はい、うん、もう可愛すぎますね。これ人気出るじゃないですか。はいはい、じゃあ続いて葛飾北斎進化いきましょう。さあ見てみましょう。じゃーん、ダン、サムライキラー L シンプル貫通ですね。お、友情コンボウェーブ、ウェーブ、うち大好きウェーブ、ウェーブ、まあ普通に爆発でウェーブ出るかな。出たー、うおウェーブ、弱点に刺さった、はい、誘発なのでね、うん、威力は半分、そうですね、うん、えい、ウェーブ、おー、59,000、うん、鬼に与えてましたね。ね、うん、侍だと結構出そうですよね。確かに、乗りますね、うん、うわー、え、今何問です。ウェーブだけですごかった。えー、いきます。はい、おー、え、サムライキラー L 129万円で、1回、2回ってことかな。2回かな、うん、シュッシュッシュだから、え、サムライ無双じゃないか。いきます。はい、ストライクショットは、触れた最初でグランダシフトバス、そして HP 回復、おぉ、うわぁ、回復量もいい、230万ぐらいで、ね、はい、もっと出るのかもね。だね、うん、吹っ飛ばしちゃったからね、うん、強っ、強い、特化しててかっこいいですね。侍にはもうめちゃ強ですね。はいはいはい、と
ということで、ステータスはこちらになります。はい、今回行ったのが英雄の神殿の時の間。はい、ヒゼの神殿ね。あ、そうですね、ですね、水のねそうです、奥田君にすごかったっすね。ね、すごいよこれは。貫通でもう弱点通った日にはっていう話を。あ、パワー型で攻撃力も高いから、うん、もうめっちゃ気持ちよかったね。ね、うん、だからもう侍ですよね。ですね。もう実際沖田くんのねクエストとかでもいいんじゃないですか、うんうん、ね。他水で侍っていうと他平の清盛。あ、平の清盛もそうですね、うん、確かに。まあちょっとギミックには気をつけつつかもしれないですけどね。確かに、うん、でももう1回通るだけでも結構やから、うん、でなんかその重力とかでね減速してダメージオールにぶつからないようにとか、うんうん、でもいいですよね、うん、使い方としては。そうですね、一発でめっちゃ強いからね。ね、うん、あとは侍だと闇の村正とか。あ、確かに、あの辺はボスが侍なので、うんうん、あの辺も使えるんじゃないですかね。エルだとね、うん、すごいことになりそうですね。はい、はい、ということで、まあ、ポイントはもうこれですよね、うん、特化型ですね侍にめっちゃ強い、めっちゃ強かったいっそかっこいいね、ここまでですね。ここまで特化してると。そうですね、うん、はい、はい、となっております。以上、シーメントのガチャキャラゴッホ、レンブラント、葛飾北斎使ってみました。皆さんもね、ぜひゲットしたらね、うん、育ててみてください。はい、うん、これ似てるね。似てるよね、うん、すごく似てる。大人って書いてある、はい、はい、では、はい、ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコン、タブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。